こんにちは、整体のニコニコサイトです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの後に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、ちょっと、語っていきたいなと、語り動画でいきたいなと思っているんですけども、ちょっと前回までですね、結構骨盤のエクササイズですとか骨盤の重要性っていうのは結構お伝えしてきたんですね。で、骨盤っていうのは、はい、骨盤っていうのはここでしたよね。頭があって、まあ、肋骨があって骨盤です。で、骨盤っていうのはちょうど体真ん中にあります。中央です。ですので、ここがずれますと上半身もずれますし下半身もずれてくるっていうので大事なんですね。なんで、この真ん中がちゃんと整うことで上半身も下半身も良くなるということで、骨盤っていうのはとても重要なんですけども、骨盤の重要性を前回まで結構、繰り返しお伝えしますし、今までの動画でも結構ですね、骨盤大事ですよってお伝えをしています。で、なぜこの骨盤繰り返し繰り返しお伝えしているかというと、先ほど言ったようにですね、ここが、まあ、改善、あなたの体を改善するためにとってですね、とても大事な場所なんですね。とても大事な場所です。で、今はいろんな、まあ、テレビとか雑誌でも首が大事なんですとかですね、足首が大事なんですとか、まあ、いろんな大事な場所っていうのはそれぞれお伝えしているものがあるんですけども、まあ、解剖学的にですね、重要なのは骨盤です。骨盤です。ですので、まあ、いろんなのがあって、あ、首大事なんだとか、まあ、いろいろあります。もちろん全身大事なんです。あなたの体をここまで改善するのは全身大事なんですが、腰痛の人にとっても、膝の痛みの人にとっても、肩の痛みの人にとっても重要なのは骨盤なので、まあ、頭痛の人もそうですね。なので、骨盤の重要性を繰り返しお伝えしているんですね。それぐらい、重要です。し、私自身も、まあ、骨盤が相当、まあ、ずれててですね、天然記念物ですね、というぐらいですね。まあ、他の整体の仲間の先生、整体の先生とか、いろいろに勉強している人たちに、これ結構やばいですよ、みたいな感じで、まあ、言われたこともあるぐらいですね。過去にそういうことがあるぐらい、骨盤が相当ずれていました。で、まあ、私のお店に来る人と比べても、私の骨盤が相当ずれてたわけですね。で、そういった状況から今、だいぶ整った状況になってきています。ので、まあ、骨盤の重要性というのは、私自身、自分自身の体を通してもそうですし、まあ、来られている方の状態を見てもですね、やっぱ骨盤、ここがやっぱ重要だなってことが、また最近よく、分かってきたので、まあ、それ繰り返し、こうやってお伝えしているわけですね。なので、膝痛い人もですね、やっぱ骨盤大事です。で、骨盤が結構整ってきた人、骨盤のエクササイズとかいろいろお伝えします。ああいうのを結構やってる人、で、骨盤大事だっていうことがよく分かってれば分かってる人ほど、膝の痛みも早く良くなりますし、腰の痛みも早く良くなりますし、肩も楽になっていきますし、ということが起こってますし、そこをですね、ちゃんと、ケアしてあげてる人っていうのは、やっぱりですね、痛みが出ない体になっていくんですね。痛みが、まあ、改善するだけじゃなくて、痛みが出なくなってきますし、痛みの不安っていうのが次第になくなっていくわけですね。なので、今回、ちょっと前回までですね、骨盤ということで、まあ今までもお伝えしたエクササイズなんかもお伝えして、より深掘りしていっているわけなんですけども、骨盤やっぱ大事ですね。骨盤大事です。で、骨盤の中でも特にこの仙腸関節って言われるこの関節ですとか、ここはですね、医学的にはですね、疑似関節って言われてまして、動かない関節って言われてるんですけども、実はここですね、関節になってますから、微妙に動きます。数ミリ単位で動きます。で、それが、まあ、腰の負担を相当軽減したり、膝の負担を相当軽減するんですね。これがもう本当にですね、もう体の不思議ですけども、例えば足がこう動くときにですね、ここが数ミリ動くだけで、この足のこの動きの下に、その末端に近づけば近づくほど、この足の負担って相当減るんですね。膝の負担も相当減りますし、腰のここの上の負担ですね。ここの負担も相当減るんですね。ということで、繰り返し、お
伝えしていますので、私がこうやって繰り返しお伝えするってことはとても重要なことですし、結構見逃されがちなポイントですし、なかなか改善してもそこからちょっと壁が感じてるっていう人にとっても重要ですし、なんだかんだ言って骨盤ですね。最初やっぱですね、まあスポーツもそう、何でもそうですけども、基本っていうのがあって、基本大事ですよね。で、体にとっての基本っていうのはもう骨盤になりますので、骨盤、骨盤大事ですので、今日何しようかなと思ったらですね、骨盤やってください。骨盤やっとけばまず間違いないですから、骨盤ということで、骨盤大事だなと思ったんで、今日はちょっとですね、骨盤について語りたかったんで、ちょっと動画を撮らせていただきました。ということで、今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。